これで見えない。位相をずらしました。この道を行けば私たちが他から認識されることはありません。こっち。どうぞ私たちについてきてください。なあなあルルヤ、つまりどういうことの？そのこれで誰にも見つからずにオシトル様のところへ行くことができるということでしょうか。ああ、さすがはルルヤンやな。でもこんな簡単にそんなことできるのけ？それはあの、本当にこれで大丈夫なんでしょうか？うむ、心配いらないな。あの二人が言うなら大丈夫なのだろう。わかるんですか？ああ、そんな気がするからな。ハクはこのことを知ってたのかな？このこと？ああ、この道って言ってるやつのことか。知ってるというか何度か経験したくらいだけどな。それはどうかしたのか？うん、なんでもないかな。知らない方がいいかも。あ、いや、それはどういう。誰か来ます。心配いらない。何をしても見つかることはありません。ご安心を。何をしてもいいのか？おーい、なあシノノ。お、うん、あれ、おお、すごいぞ。見てみろキュール。はあ、驚かせないでください。これはまたすごいですね。簡単に値します。まさかここまでとは。たまげたじゃない。警告、決して私たちから離れないでください。ここは境界線。迷ったが最後、うつしおに戻れなくなり永遠にさまようことになります。シノノ、こっちに。離れちゃダメですってば。お、やれやれ、キューロは甘えん坊だな。だが許します。男を甘えさせるのは女の解消です。とほほ。そろそろ罪をお認めになったらどうです、オシュトル殿。すでに証拠はいくつも上がっているのですぞ。今さらそのような沈黙に意味などありませぬ。使える賞は違えど、我々はあなたを尊敬していた。その思いをこれ以上裏切ってほしくはない。仕方ありませんな。あなたがあくまで沈黙を貫くのであれば、我々もこの無知を緩めることはできませぬ。消息を絶っているほのか殿の居場所も必ずや話してもらいますぞ。お覚悟。バカかお前は。今騒いだら見つかるだろうが。後ろから誰か来た。
ブライ。メギツネの居場所は吐いたか。いえ、今だ。申し訳ありません。どれだけ痛めつけても、まるで口を開こうとはせず。まったく、さすがはオシトル殿と申しますか。なんでもありません。これが我が認めし男の末路とはな。ブライよ、どうした？命乞いか？姫殿下はご無事か？ご容体はいかがか？まだそのようなことをほざくか。無事に療養しておるわ。ウヌがここで囚われておるのだからな。そうか。いつまでそのような無様な姿を晒す。何故アクルカの力を使わず領袖の身となった。ウヌの力をもってすればたやすく逃げ出せたはず。無論それがしに逃げ隠れする理由などないからだ。いつまで忠臣面をする気か。無抵抗を貫き死して身の潔白を明かそうというのか。言うまでもない。それがしは神明を賭して帝室に、姫殿下にお仕えする所存。少子、それが何になる。たとえウヌが潔白であろうと、あのような小娘、ウヌが命を捧げる価値など微塵もないわ。ブライよ、狂ったか。そのような発言、不敬の極み。身の程をわきまえよ。黙れ。もはや偉大なる正常はお隠れになった。力なき者に正義や理想を振りかざす資格はない。ようやく我も悟ったのだ。そう、ヤマトは真に力ある者によって統治されねばならぬとな。それが自分だとでも言いたいのか、ブライ。いいな、全ては天が決めること。だが少なくともあのような弱き小娘では帝になれぬ。オシトルよ、強者こそが絶対の正義と知れ。正常なき今こそ強く揺るぎなきヤマトを天下に示さねばならぬ。軟弱なる者が帝位につくなど断じて許してはならぬのだ。ブライよ、どうしてだ。そなたほどの男が正常の死がそれほどまでそなたを歪め狂わせてしまったか。狂人となじられようが構わぬ。ウヌと話したことで腹は決まった。我はただ前へ進むのみ。何をする気だ。ウヌはこのまま牢獄の中で一人朽ち果てるがいい。あくるかなき今となってはもはや逃げ出すこともかなわぬ。二度と日の光のもとに出られると思うな。待て、ブライ。まさか姫殿下を。人か、あれは。
こうして遠目に見ていただけで肌が泡立つとはな。そんな歯がいじめとかしなくても大丈夫や、ドアハン。もう収まって。あんなのと正面からやり合うようなことは絶対に避けたいものだ。いつまで掴んでいるですか。そういえば猫ねを押さえつけたままだった。ああすまんな、あんまりデコボコがないから柱か何かだと勘違いしていた。いらっ。アク、そんな大きな声を出しては。兄様。猫ねさん。まずい。なんだ今のすっとんきょうな声は。お、貴様らどこから現れた。はあ、見つかってもうた。とくあのバカ、頭抱えてる場合じゃねえぞ旦那。お嬢が危ねえ。やるぞ。慎重に行くです。はい、もう一つ追加なのです。こんなものなのです。好奇なのです。癒し慈しみをみんなにも。痛みは抜けない。いでよ、うつしおの神。どれを狙うか。この札で貫く力よ。うちに任せてや。失ってきたなぁ。ボーッと行ってみよう。ボーッと行ってみよう。よっと楽しなってきたなぁ。やで、死にたいやつから前へ出ろ。当てる。ここは慎重に行くです。
このお札で、はい、さらなる癒し元気を出すのです。無茶しすぎなのです。はい、次は爆発なのです。こんなものなのです。いでよ、うつしおの神。おおおお、この距離なら、うん、思いは具現し、守りとならん。油断大敵。我が熱き思い、しかと見よ。はずさん。これで、とどめだ。いい的だな。無茶と勇気は違うです。着火。焼き尽くすです。バカな。こんがり焼けたです。努力の実を結んだのです。ここからなのです。打って出るか。まだ愚かな。体がうずくなあ。楽しなってきたなあ。切り伏せる。まだまだ。はっ、はい、やったか。ジョイン勝ちや。目覚めすぎ。まだまだ。クラリ、大丈夫？守ります。最善を尽くします。どれを狙うか。この札で。お任せください。狙い撃ちます。これで。何？止まれ。何？志半ばで。これならさすがに当てる。こいつでおまけだ。よくなったか。私に続いて。この薬草でみんなにも癒しの花よ。お願い。痛みは抜けた。ぶち転がしてやるです。着火。もう一つ追加なのです。焼却なのです。好奇なのです。私に任せるがいい。差し受け。オッケー。やー
死ぬ。スキルをさせ。はい。狙い通りや。ここからへ。出ろ。さてどうする。うわあ、楽しなってきたな。行こう。ゴゴゴ、慎重に行かないと。当たれ。確実に。せっ、今度まとめて。うわ、距離を保つ。大丈夫、気を失っているだけ。よかった。ネコネコ兄様、ミナも来てくれたか。ああ、来てやったぞ。立てるか。ああ、こうしては俺に。これだけの攻め国にずっと耐え続けていたのか、この男は。飲んでみて。一時しのぎだけど、いくらか傷の痛みが和らぐはずかな。なあ、感謝する。本当なら
もっとちゃんと手当てしてあげたいんだけど。いや、随分と楽になった。それより今は一刻を争う。姫殿下のお命が危ういのだ。わかってる。おっしゃる。王女さんがどこにいるか心当たりはあるか。自分たちのことが知れるのは時間の問題だ。探し回っている余裕はないぞ。姫殿下のご寝所が本殿の最上階にある。間違いなくそこにおられるであろう。兄様、無理をしてはダメなのです。うむ、ここは私たちに任せておけ。そうですよ、兄上はどうか先に避難を。すまぬな。だが、それがしは行かねばならん。たとえこの手足が動かずとも、あってでもついてゆく。兄様。この冷静沈着な男が、ここまで焦るとは、それほど事態は切迫している、ということだ。でしたら、私が肩をお貸しします。どうかお捕まりください。そなたは？申し遅れました。私は姫殿下のお世話をさせていただいていたものです。お前がこの地下牢に囚われていることを知らせてくれたのはこの人だよ。申し訳ありません、おしとり様。私のせいでこのような。悪いが、その話は後だ。今は少しでも時間が惜しい。ウルル、サラナ、もう一度頼めるか。御心のままに。オシトル、歩けるな。もし足手まといになるようなことがあれば、その場に捨てていくぞ。元より、そのつもり。それでいいのだ、猫め。もはや時間がない。足手まといになるくらいなら捨て置かれることを選ぶ。私が兄様を支えるです。猫め、支えるのです。皆さんのように戦えませんから、このくらいのことはさせてください。おしとる、好きにさせてやれ。問答している時間すら欲しい。そうだな。二人とも、ありがとう。はいです。いえ。おっしゃる。いけるな。ああ。待たせたな。何？気にするな。